神原鉄道も、三31系電車は、かつて、神原鉄道に在籍した電車。従来車の主要機器を流用して1952年10月に申請された神原鉄道線における戦後初の新型車両である。本校では、模三31系同様の経緯によって1954年5月に申請された模四41系電車についても記述する。 1923年10月の神原鉄道線の開業に際して同年7月に申請された木造四軸ボギー電動車であるで 1K2 両は戦中から戦後の混乱期にかけての国主と申請から30年弱を経過したことによる老朽化が進行し早急な代替が望まれる状態となった同形式の代替は相対的に寿命の長い来車など 走行機器については、再利用の上、新たな車体を製造して組み合わせる形で実施されることとなり、三十 31K31 は、このような経緯によって製造されたものである。モハ三31は、書類上の扱いも、申請名義ではなく、で1 k 1の改造名義によって竣工したが、実際にはモハ三31にで1 0 1 k 1 0 1の主要機器を転用し、 もは31の名義上の種者となった D1 の主要機器についてはデ1 0 1に転用するといういささか複雑な主要機器のたらい回しが実施されている。これは D1 系の装着する台車ともは31の車体と組み合わせた場合同台車の心皿荷重上限を超過してしまうことから心皿荷重に余裕を有したデ1 0 1の台車をもは31申請に際して 転用するために行われた措置である。残るモハ 1K1 についてもやや遅れて、同様の手法をもって代替が実施され、模波 41K41 が製造された。モハ四41の製造に際しては、モハ三31同様の理由からモハ 11K13、より使用機器を転用し、モハ13にモハ1の使用機器を転用する、玉突き転用が、再び実施されているが、 モハ四41については直接の機器流用元であるモハ13の改造名義によって竣工した点が異なる。模波3 1 4日とも、車体の申請並びに機器の偽装は東京電機工業が担当し、いずれも神原鉄道村松社庫内における出張工事によって製造された。また、模波3 1 4日を製造して、 以降の車両増備はすべて同業他社より譲り受けた中古車両によって賄われたことから、同二両は、菅原鉄道線の旅客用車両における最後の自社、発注車両となった。三十一点四一は、菅原鉄道線における主力車両として運用され、模四十一については、後年車体延長改造を施行の上、二両ともに九百九十九年十月の 神原鉄道線全線廃止まで在籍した。落成当初はもは31.41とも同一形状であり、構え体主要部分を不通行とした全長1万5 1 5 0ト、mm、ルの半高性車体で窓の上下に補強体を有し、前後つま面に運転台を備える両運転台構造である。前面形状は緩い子を描く平妻形状ながら、 当時の流行である湘南型デザインを取り入れた2枚、窓構造となっている点が特徴であり、前面向かって左側の窓は開閉可能な2段窓構造である。側面には片側に箇所 950mm 幅の片開け客用扉を備え、側窓は2段上昇式、神原鉄道の在籍車両において初めて採用された乗務員扉は運転台側にのみ設置され、 窓配置は DD10D1 である。前照灯は取付型の白熱灯式で、前面や値上がり中央部に一気装備し、後部標識灯は埋め込み式のものを、前面腰板部左側に一個装備する。車体塗装は当初茶色一色であったが、1958年1月に西武鉄道より譲り受けた、モハ 61K61 61が、 西部在籍当時と同様の層下補強体の下端部を、境界として上半分をイエロー、下半分をマルーンに塗り分けた二色塗りのまま入線し、同塗り分けが、神原鉄道における標準塗装とされたことに伴い、模波31.41とも後年塗装変更が実施された。車内設備はモハ三十一が、ロングシート仕様であったのに対し、モハ四十一は、 扉間の側窓2つ分を1区画とし、計14脚のボックスシートを設置した、オールクロスシート仕様であった点が異なる。そのため、車両定員ももは31が104人であるのに対し、モハ41は100人と相違する。また、モハ31.24日とも竣工当初は、客用扉にドアエンジンを持たない、手動扉仕様とされた。 もは41は1963年6月に西武所沢車両工場において車体延長改造が施行された。車体側面中央部に客用扉を増設し、全長は 16,700mm に延長。乗務員扉の増設も施行されて、側面窓配置は DD5D4DD DD と変化した。同時に座席のロングシート使用化も施行され、 車両定員は108人に増加した。前述のように、モハ31.241が搭載する主要機器は、従来車の流用品である。もっとも、カンバラ鉄道線においては、全在籍車両の機器の使用が統一されていたことから、種車の違いに起因して台車が異なっていた点を除いて、主要機器は同一であった。運転台に設置された直接制御機によって、 電流制御を行う直接制御方式で、東洋電気製造 TDKDB3 を前後運転台に各一機搭載する。後年も波31.41とも制御方式の間接制御化改造を施行し、電磁空気単位スイッチ式間接非自動制御装置を床下に搭載、運転台には従来の直接制御機に代わって床下搭載の制御装置を操作する。 主管制御機を新設した。東洋電気製造製の直流直巻電動機 TDK-31SC を一両あたり2機搭載する。駆動方式は釣り掛け式で、歯車比はモハ三31が3.67、モハ四41が3.20と、それぞれ異なる。モハ三31は、ボールドウィンロコモティブワークス社が設計、製造した、蛍光組み立て型吊り合い両式台車の、 デッドコピー製品である、日本車両製造 BW-78 から 25A 台車を、模波41は、東洋車両製の中高組み立て式、ペンシルバニア型軸バネ台車をそれぞれ装着する。前日の通り、日車 BW-78 から 25A は、で101より、東洋軸バネ台車はモハ13よりそれぞれ転用した、ものであり、 軸受け部構造はいずれも平ら軸受仕様である。従来車と同様に構造の簡易な直通ブレーキを採用し、連結運転に備え非常制動用の非常弁、並びに非常管を併設した非常弁付直通ブレーキである。同制動装置によって、車体側床下部分に一気搭載された制動灯を動作させ、制動灯より前後に伸ばされた制尾希望により、前後台車の 軽4軸に制動を作用させる制動機構が採用されている。終電装置はパンタグラフを採用し、村松、鴨寄よりに一機搭載する。なお、モハ31.41とも、電動発電機など補助電源装置は搭載せず、全消灯、客室内照明など陶具類の電源にも、河川電圧を用いた。 五千室総合会館に保存された、モハ41竣工当時における、カンバラ鉄道線に在籍する電動車各形式中、最も車両定員数の多かった、モハ31.41は、主力車両として運用された。また、大型の2枚窓で構成された、全面構造は、視界の広さから運転手から好評を博した。落成後0年程度を経過した1962年6月に、 モハ三31に対して、外販張り替え、車体木部の一部金属化など、修繕工事及び、制御方式の間接自動制御化改造が、西部所沢車両工場において実施された。改造後のモハ三31は、前面窓が H ゴム固定指示による固定窓となり、その他乗務員扉の増設、客用扉の構成扉化、戸袋窓の H ゴム固定化、 ドアエンジン新設による半自動扉化、開閉可能窓のアルミサッシュ化、客室内照明の蛍光灯化などが施行された。翌1963年6月にはモハ41に対しても同様の工事が実施されたがモハ31に施行された改造項目に加えて車体延長工事並びに車内のロングシート使用化が施行された。 神原鉄道線においては1978年10月より新潟県下における鉄道路線としては初となるワンマン運転が開始されたが、それに先立って同年7月にも破31.41に対してワンマン運転対応改造が村松車庫内において西部所沢車両工場の出張工事によって実施された。改造後の同2両は、 前面窓内側にワンマン表示器を、つも面左右部にバックミラーを、側面腰タブに、社外スピーカーをそれぞれ追加し、車内には料金箱が新設された。三十31.41は1985年4月1日付で、実施された村松鴨館廃止に際しての余剰車両整理対象には含まれず、路線縮小後も残存した。 ハ三31は1989年4月から翌1990年3月にかけて沿線に所在する釣り堀、村松魚、パーク曲線の広告電車として、車体全体に魚のイラストを配した特別塗装が実施されていたが、広告契約期間満了に伴って、従来塗装に戻された。神原鉄道線は1999年10月4日付で、 全線廃止となり、模波31.241を含む全在籍車両も同日付で除籍された。廃線後、モハ三31は ED1 系電気機関車と共に村松駅跡地に留置されていたものの、その後解体された。モハ四41は新潟県五線市の五線市総合会館に生体保存されている。肝原鉄道も、四十一系電車に関するカテゴリー。 ありがとうございます。